ストラトフォードシティは、ロンドンのニューアム特別区ストラトフォード地区に計画、及び建設中の多目的開発プロジェクトである。主たる開発事業者は、ウェストフィールドグループ。一部が2012年のロンドンオリンピックで使用され、オリンピックパークが建設された。ウェストフィールドグループ社が運営する、ショッピングモールウェストフィールドストラトフォードシティが2011年9月13日に開業した。 ロンドンコンティネンタルレールウェイズ社が所有していた、鉄道用地を中心とした地域に、27万平方メートルの小売り用地及びレジャー用地、地12万平方メートルのホテル用地、地61万平方メートルの商業地区用地、地16,400棟の新設住宅、1万7,000平方メートルのコミュニティ施設用地の他に、敷地内で使用するエネルギーの75%を、 供給する能力を持つエネルギーセンターを2箇所用意する。ロイヤルメールはスタンフォードシティに E20 の郵便番号を割り当てている。建設作業は2007年の初め頃に開始され、2020年までにプロジェクトの全体が完成することが予定されている。作業はいくつかの段階に分けて実行され、最初の段階は2011年に完了することになっている。 フェーズ1には15万平方メートルの小売り及び、レジャー用の空間と267室を備える、プレミアインのホテル1.1平方メートルの事務所用スペース、そして4850件の新設住宅が含まれる。事務所スペースは、ストラトフォードプレイス、ザ・スクエア、ファースト・アベニュー、ステーション・スクエアの4つの核となる構想、オフィルビルからなる。 ストラトフォードリージョナル駅と新しいストラトフォードインターナショナル駅が最寄りである。ストラトフォードリージョナル駅からは、ロンドンオーバーグラウンド、ロンドン地下鉄、ナショナルレールが接続している。また、2017年には、クロスレールの駅が開業する。ストラトフォードインターナショナル駅からは、サウスイースタンによる国内路線と国際路線のハイスピード1のほか ライトレールのドックランズライトレールウェイがロンドンシティ空港、ベックトン、ブーリッジアーセナルへ接続する。また、ロンドンオリンピックの頃にはユーロスターが停車するようになる。ペデストリアンブリッジがストラトフォードの中心部にある開発区へと接続している。ありがとうございます。